皆さんこんにちは、シンガーソングライターの佐野ひとみです。今回は、7枚目のデジタルシングル虹色の丘をリリースするにあたり、ちょっとした対談動画を公開します。今回は制作にあたり必要不可欠なお二人をゲストとしてお呼びしたので話していきます。今日はよろしくお願いします。これですね、私の名前は佐野ひとみです。よろしくお願いします。では簡単にお二人から自己紹介を最初にお願いします。よろしくお願いします。お二人との、出会いの経緯みたいなのは多分後ほど触れるんですけれども、相田さんに関しては私この曲を作る時に出演されている回を結構見たので、今日なんか芸能人が来てる感覚でずっといますのでもう少し掘り下げて簡単に聞いていきたいんですけど、どんな活動をされてますか？そもそもまずコーダって何ぞやっていうところからちょっと、お話をお伺いしたいんですけども。実は音楽用語でコーダってあって、演奏指定記号があって、そのうちの一つが同じ綴りの CODA のコーダなので、勝手に馴染みがすごいあった言葉ではそうあったんですよ、個人的にね。なんで私にお願いをしてくださったのかなっていうところを聞きたいです。嬉しい。その完成した虹色の丘を聞いて
どう感じましたか？どうでしたか？普段音楽は聴かれる時って何かこう補聴器をつけて楽しまれることが多いんですか？最初、すごく嬉しかったんですけど、それと同時に結構不安が大きくて、やっぱりそのコーダっていう存在もご依頼いただいた時に初めて私は知って、で自分はやっぱり音楽をずっとやってきたので、耳で音楽を聴くのが当たり前、もちろんそれを歌詞として表現することも当たり前だったので、その私がそのコーダにまつわる曲を書くことによって何か失礼に当たるんじゃないかとか、結構最初はそこを考えました。なのでお気持ちは嬉しいんだけれども、私なんかが書いていいのかなみたいなのは葛藤はありました。でもタイミングというか、何か私が新しく挑戦する世界なのかなって、制作に正式に入らせていただくことを決めました。それで言うと、この虹色の丘の制作に入るにあたって結構お世話になったのが実はコーダ TV だったんですけれども、相田さんと、あと相田さんのご主人様が出演されている回おっしゃられて、すごく印象に残っているのが、特に親から子供に対して特別な感情はなくて、ただやっぱり丈夫に育ってほしいとか、やっぱり幸せになってほしいっていう、その言葉が聴覚っていうボーダーを全く感じなくって、で勝手になんかやっぱりこっちはこうなのかな、ああなのかなって考えすぎてたんですけど、本当に親から子供っていう純粋な気持ちが全く変わらないっていうのをコーダ TV チャンネルで知って、それで結構こう自分の中で進めていったようなところは確かにあります。この楽曲の好きなポイントだったり、この歌詞好きやねんみたいなのがあったら、ぜひ教えていただきたいなと思ってます。私は普段歌詞を書くときに、歌詞がどう見えてるかっていうのを結構大事にしていて、例えば君と僕、漢字で書くのかカタカナで書くのかひらがなで書くのかで、すごく文字から伝わってくる印象が全然違うんですよ。確かにこう聞くものなんですけど、歌詞って結構目で見る要素もたくさんあるので、このかぐわしいももっと分かりやすい感じが他にも存在してるんですけど、なんとなくこの曲に関してはなんかね、簡単にかぐわしいを伝えたくなかったっていう、私のちょっとひねくれた性格のせいなんですけど、やっぱ感じが私はあと好きなんですよね。それはあえてあっちの方に決めた感じですね。
わあ、嬉しい。結構反抗期がひどかったものですからなんかこう素直になれない、親に素直になれないけど、やっぱり一番信頼できるのは親だったので、涙の海を泳ぐっていう表現が生まれた時に、自分は親の元に泳いで行ってたんだなみたいな、2番のあの箇所がすごく自分では気に入ってます。ああ、今回の楽曲でってことですよね。親から子供の愛っていうのをどういうふうに表現しようかなと思った時に、パッと最初に思い浮かんだのが花畑だったんですよね。なんとなく、なんとなくですけど、花畑がふわっと広がってるイメージがあって、こう生きてると楽しいことや嬉しいこともあれば、ね、悲しいこととか辛いことももちろん皆さん あると思うんですけど、その一つ一つが花の種だったとして、どんどんこう前に前に歩いていって、自分の人生を振り返った時に、よりたくさんのいろんな色の花が咲いてればいいな、それがいい自分の人生だって言えるのかなって、自分の中そういう考えがあって、それをなるべくこう色とか匂いとか、それで言うとで伝えるっていうとこに、今回めちゃくちゃこだわりを持って制作したので、コーダのお子様から学ぶこととか感じ取るものってどんなことだったりしますか？改めてこの虹色の丘を通して、こういうねすごい素敵なご縁に恵まれ、またたくさんの方にね聞いていただけたらと思っております。このチャンネルをいつも見てくださってる皆さん、お二人、幅広く活動されてますので、ぜひチェックをしていただけたらと思っております。改めて12月の17日、土曜日にデジタルリリースしました7枚目のデジタルシングル虹色の丘、ぜひたくさん聴いてください。何か言い残したこととかありますか？よろしくお願いします。宣伝部隊としてね、いっぱいいっぱい宣伝していただけたらと思いますということで、本日は虹色の丘の対談動画でした。たくさん聞いてください。ではあっちに向かって最後バイバイみたいな感じでいきますね。またね、バイバイ